文務省は、安倍晋三政権下における経済政策アベノミクスについて、財務省の元キャリア官僚である高橋雄一氏の評価と、安倍晋三政権の経済政策についての批判が述べられています。高橋氏の意見は、日本の財政がパンクすることはないが、財政に問題があることは認められているというものであり、アベノミクスについて日銀が赤字国債を引き受けたことについても、 短期的には問題ないいいとと考えててると述べています一方で批判者は、安倍政権が高橋氏の意見を鵜呑みにし、専門的な知識や判断力が不足しているとして、安倍政権の経済政策を批判しています。また政治家にはバランス感覚や総合的な判断力が求められると述べ、安倍政権の経済政策にはそのような能力が欠けていると指摘していますと。